皆さんこんにちは、ともやです。今日なんですけど、今日はねちょっと目標を考えてみようかなと思いまして、ちょっとね目標を考えていきたいと思います。今ちょうど登録者数が100人なんですけど、次の目標を何しようかなと思いまして、正直チャンネル全く伸びないんですよね。で、まあ何か目標があった方が頑張れるんじゃないのかなと思いまして、ちょっとね目標を設定していきたいと思います。まあ妥当なのは1000人かなと思うんですけど、1000人か。でもこのままやったら全然伸びる気配がしない。とりあえず200人目指すのもいいですしね。何があるやろ、目標か。せっかく1年ちょっとやってるんでね、何か、1000人かな、いつまでにっていうのを決めないといけないんですけどね。いつまでがいいやろ。1000人か。最近結構調べるんですよね、他の YouTuber どんなことを意識しているのかなとか、本とかね結構見るんですけど、やっぱ何かしらみんな成功してる人って考えてやってるんで、僕もねそろそろ考えてやっていきたいなとは思うんですけど、今の状況やったら、自己満足動画いっぱい上げてるなーっていう感覚なんで、何がいいかな。でもただ趣味のね動画を結構上げたりしてるんですけど、いいか。